本命、ようやく王。暇と退屈の倫理学。著者、国分光一郎。本の概要。この本は、現代社会における暇と退屈の意味と価値を哲学的に考察する一冊です。著者はスピノザ、ルソー、ニーチェ、ハイデッカーなどの思想家たちの見解を紹介しながら、暇と退屈が人間の自由や幸福にどのように関わるのかを問いかけます。押さえておきたい3つの重要なメッセージ。暇と退屈は人間の本質的な状態であり、消費社会における気晴らしや娯楽はそれらを隠蔽するだけでなく、人間の能動性や創造性を奪う危険がある。暇と退屈に直面することは、自分自身や世界と向き合う機会であり、哲学的な思索や内省を促すきっかけとなる。暇と退屈を克服するためには、自分の好きなことや興味のあることを見つけて追求することが大切である。まとめ。暇と退屈は人間の自由や幸福を探求するための哲学的な挑戦である。今回の動画が参考になった方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。